すぐあげようとするからな、ボンさん。あげてないでしょ。もうね、放送外ではなんか、エチエチがどうだとかね。ずっと言って、ずっとなんか、エチエチななんとかがとか言って、ずっと言ってるくせに、放送始まるとこれですわ。いや、なんか違う。それ、またテレビの話でしょ。え？テレビの話なの、それは。エチエチななんとかって、さっきなんか一緒言ってませんでしょ、ずっとこう。これはエチエチ。これはエチエチじゃない。いや、なんかね、エチエチいいなとか言ってましたよ、ボンさん。まあ。ちょっとエチエチっていうのは違う。なんか今、流行り言葉っていう話をね。そう。よ、僕にはよくわかんないですけど。なんで、僕にはよくわからないです。一緒に。これ同じテレビ見てたのに、何僕にはよくわからないでしょ。一緒に見てたじゃないの。いや、なんか、その、いや、その、あの、一応、そう、テレビで今日やってたのが、その、エモいって言葉があるじゃないですか。そう。エモい、なんかその、エモーショナルの略ですか？その、うん、まあ、ちょっとこう、あ、ちょっと感動したとか、キュンとしたみたいなのを、すぐエモいって言うわけですよ、みんな。言うね。でも、その、なんか今日テレビでやってた、その、Z 世代代表の人が、その、なんか、いや、もうエモいはもう逆に古くて、そう、エモいのさらに上があるんです、みたいな。そう。エモいじゃないんです。エロいんですって言ってたんですよ。先生。エロいは嘘やろって。エロいはエロいだろって。エロいは嘘やろって盛り上がってたら、そのなんか、で、エロいを、でもエロいって言うと、そのまますぎるから、からみんな今、エチエチって言葉をよく使いますみたいな。って言ってたんですよ。今、若い子は、だから、エモいの代わりにエチエチを使うらしいんですよ。そう。だから。絶対嘘やろって思って、うん。だからエチエチってねずっと言ってたわけよ。エチエチだねっつってね。エモいの代わりじゃなくないエチエチは、ね、エチエチはエチエチでしょ絶対だって。エチエチはエチエチ以外に使うのその。だからそう使うのかってなんかちょっとなんか。うん。なんかそうだよねってなんかちょっと違う意味に捉えられるよねみたいな話をしてたのよ。そうね。だからその。昔のサウナはエチエチだった、みたいな。いや、だってさ、エモいだったらそういうことでしょ。だって、いや、今回の旅行、久しぶりにみんなと会えてエチエチだったわ、みたいな。違う意味になっちゃうじゃん、絶対。そうよね、っていう話だな、ずっと。そうか。でも、わかんない。うん、そのうち、もしかしてそれが浸透したら、うん、こういう意味になるかもしれんからね。じゃあちょっとその。まだ僕たち、僕には世代にはまだピンときてないけど、ピンときてないですか。どんな使われ方するかちょっと想像してくださいよ、その。ああ、HH がもっと一般的になったら。今日の部活 HH だったわ。もう HH な試合だったね。HH? それはもうなんか、その、なんかちょっとやっぱ違う気するけどな、なんか。なんか違うね。そうだね。アウトにしか聞こえないよな。でしょ、うん、やっぱ HH は、ちょっと僕たちやめときましょう、やっぱ。まだやめましょう。若い子が使うならね、まだあれですけどね。確かに。トスボザレインボーの動画をご覧の皆様。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。